結構3月が入った割にはまだ山白い。はい、そうですね、風は冷たいですね。どうですか最近の琵琶湖。そうですね、最近は僕ちょっと、ここ最近南高をメインに、展開してるんですけど、まあ甘くはないですね。はい、なんかいいバス来てましたよね。マグスカット。そうですね。ジャックウェイトで、まあもうほとんどやってる釣りしてる時間の8割ぐらいはマグスカット投げてて、狙ってるバスとしては、スポーニングエリアにコンタクトしてきた、サスペンドしてるメスバスを、マグスカットの128のサスペンドを使って釣ってっている感じです。結構何、前回は結構ピラミダルでちょっと来たみたいな感じだったけど、はい、南湖シャローどうですか。南湖シャロー、まあ僕的にはすごい好きな部類の釣りなんでやってて楽しいですけど、ちょっと早いかなっていう感じと、ちょっと遅いかなっていう感じと、どっちなんかなっていうのがまだちょっとつかみきれてない感じで、結構ね小さいのも混ざってしまうんですよ。この時期そういうサスペンドをしてるやつを狙うと本当にメスだけを結構狙って釣れるんですけど、それがねなぜか、まあ、関係のないのかオスなのか分かんないですけど、そういうのがねポロポロ混ざっちゃうんで、どっちなのかなっていう、はい、感じで、まあ、まだこうサーチしてるっていうか、その状態を見極めてる段階ですね。遅いっていうのもある。早いのはなんとなくあれなんですか。一回こう水温があったかくなってまた冷えてってこう繰り返していく中で、その一番最初のあったかくなった時にその気の早いメスがババってこう刺してったのか、まあまだその一回下がったのでもうその停滞してサスペンドしてまだ機会を伺ってるのか、まあどっちなのかなっていう、まあまとまったっていうかもう絶対これやなっていう確信がちょっとまだ得られてないので、言いながら、何メインはやっぱりビッグジャックベイトみたいなやつなの。そうですね、フルサイズのジャックベイトですね。それはまあ春の魚取るにはそこでチェックしていくぞと。はい、の春のでかい魚を選びたいなっていう。サイズダウンするとやっぱり余計にオスとか、関係ないやつとかが釣れてしまうんで、よっぽどのことがない限りは晴天無風とかもうショートバイトばっかりでどうしようもないとかいう時以外はもうでかい方を使いますね。なるほど。じゃあ、逆に言うとまあ結構ハマるまではちょっとチェック。そうですね、ただハマると恐ろしいぐらいハマるのでそれを楽しみにしながら、毎日ワクワクしながら、どのタイミングで来るのかがはっきり言って分かんないんですよ。もう水温が例えば10度を超えた瞬間に爆発するのか、風があったかくなった瞬間とか、あとはもう 今結構北寄りの風がほぼ毎日吹いてるんですけど、それが不意に南吹いたりとかした時に爆発するのかっていうのは、まだ昨日のね雨でもそんなに爆発っていう感じでもなかったんで、なんでまあそのタイミング待ちですね今のところ。じゃあもうちょっと春ちょっとまだだけどそれ目指して。そうですね、そういう意識してるバスは絶対いけるんで、まあ今はその数が少ないだけで目の前を通ってないだけで追う距離がどうしても短くなってるんで、まあ投げて近く通さなければならないんですけど、それができてないっていうか出会えてない。風も冷たくて多分まだもう一回ぐらい雪降ると思うんですけど、まあ水中は確実に春になってるんで、まあ60、まあ下手したら
世界記録なんかっていうのも狙えると思うんで、まあ人間は寒いですけど、その寒さに負けずにどんどんフィールドに出てみてください。